メイドインワリオ。はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。僕たちザイタルです。メイドインワリオゴージャスね、今日からこのゲームで遊んでいきたいと思います。でもね、皆さん、ちょっと俺メイドインワリオで、なんか今までのね、メイドインワリオシリーズのキャラクターが出てきたりとかする今作らしいんですけど、実はメイドインワリオやったことがないっていうね、任天堂のゲーム結構やってたんですけど、ワリオの作品実は全然やったことないっていうね、ワリオワールドぐらいやったことあるのなぜそれだっていうと思うんですけど、それぐらいなので、ちょっと今日はね、とりあえずデビューということでメイドインワリオで遊んでみたいと思います。では早速ですが遊びましょう。まずは俺のキャラクター、ミーダイダラでーす。こんにちはよっしゃ、さあ お金もらったね、ありがとうございます。はて、さて、ではストーリーモードね、今日はやっていきましょうか。やりましょう。ワリオの家。あーね。あ、それって。オープニングムービーに関してはね、任天堂公式サイトでありますので、ぜひとも見てくださいませ。で、ワリオがゲーム大会を開く。で、参加費は1万コイン。優勝すると1000万コイン。大天才ワリオ様にある、はぁ、あ。ゲーム大会が、うわぁ、この、うん、トロフィーいらねぇ。イエーイ、盛り上がってるかーい。何こいつ、謎の少女眉毛太いな、お前ハーデー、何グルグルリーグ、なんかね、操作がいろいろあるらしいよ。うん、オッケーえ、これが俺なのかな、もしかして。眉太ガールで、眉太ガールダイダラでーす。さあ、なんかね、多分、あ、持ってかれた、あ、ちょっと1万円手に入れた、1万円持ってかれたって笑うたーでーす。ではやっていきましょうか。ピコピコリーグっていうのはね、十字キーと A ボタンだけでできるゲームらしいです。公式サイト書いてました。やっていこうか。ピコ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 リーグの会場へようこそ。はい、A ボタンね、簡単簡単、ブリブリベストね。はて、ポン、オッケー、分かった分かった、説明簡単やな。なんかテンポよくミニゲームが流れていくんだよね、メイドインワリオって。プチゲームって言って、はい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 。じゃあ、ちょ、避けろ、え、避けろ、あ、 A ボタンが避けんのは、ちょ、待て待て待て、そう言われましても、で、はい、止めて、あーね、で、あー、うま、俺そういうことだ。 A ボタン、今 A ボタンだけでした。十字キーが A ボタンか分かんねえぞ、これ入れるなってどういうこと。 A ボタン連打、あー、あー、連打力が強いぞ俺、うん、押し売りにはお断りです、いりません、お客様。お、スピードアップ、はい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 、リズムに乗っていくぜ、踏め踏め、あー、踏んだ、え、何も押し、ボタン押してないけど踏めたで、ね、よく見て、は、3人ブッサイク何やそれ。はい、次、やつを追え、やつを追っかけろ、イエーイ、ライトアップやな。ボスステージ、何、逃げ切れ、え、おう、どうすんの、デーイデーイ、タックルやな、 A ボタンタックル、デーイ、うわー、やるで俺、でーでー、あ、死ぬだちょ、待て待て、これ画面切り替えクソ大変やねんけど、みんな逃げ切れっていう、もう一回で画面これ上下に行くね、これで行くね、で、行くぜ、これ A ボタン押すだけですね、基本、イエーイエーイエーイ、よーしよしよし、エーイエーイ、ちょっと画面切り替えが意識しなかったら楽勝だわ、これ、何すか、ぴょん、あちょ、待って。俺、下手くそでは？いや、今度こそ行くからね。じゃ、踏んだらジャンプボタンだ。踏んでジャンプ、おーほーい、飛んでるぜ。なんで、それだけかよ、簡単かよ。もう終わり？あー、大成功、イエーイ、よし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 。なるほどな。全部攻略すんの？ジミー。ねえ。なんか過去のキャラクターですよね。メイドインワリオシリーズの。何これ？
ガチャの時間だ。何が出るかな。 S ランク、 SS ランクって何これ。ムービープロローグムービーオープニングいっぱい出てくるんだ。ピコピコ図鑑がオープンした。ミッションがオープンした。これなんかトップメニューのやつだよね多分。うわ、ジミーのミニゲーム。何これ、スポーツー。まあとりあえずピコピコ埋めていこうか。まずはね、ピコピコ第2ステージへようこそ。ジミーのステージだ。サファイアストリートへようこそ。俺見たことあるってこのキャラクター。すげえアフロや。あら、照れるな。何？君たち、もしかして写真かな？はい、どうしてわかったの？猫の写真じゃない？どれぐらいお見通しさ。すごい。いくらでも撮ってくれ。猫ちゃん可愛い。キャーク！おいえい！何やこれ？おう、あいえい、エヴァディカモン！おう。何やこいつ。猫の写真撮ったんじゃん。え、ガチ撮ったん？素晴らしい夜だわ。あら。私、幸せ。もっといろんな向きをちょうだい。イエーイ。え、ジミーってそんなモテるキャラなん？そういう感じなんこれって。あれ？はい。防げ。え、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。今、俺、分かってなかったんで、ぶつかるな。どういうこと？あ、ぶつかってはいけない。楽勝ですね。ダンシングタイム。フリースロー。えい。うんまー。ゲームうまい。スポーツ万能ゲーム実況者やからな、俺。前から言ってたけど。落とすな。はい。これブロック落としやんけ。ブロック落としやん。へい、へい。えい。これでいいの？これでいいの？ほんとに。ねえ。やったー！ 10 点10点10点スクワットうまいな俺。スピードアップだよ、テンポ上げてこいよみんなー。はイエイ。あ、いいの？ 1 位に切らせろーっていう。渡せ。あ、ダメだった。アフロ、え、お前カツラやったんそれ。覚えろ。はい、左右上。面白い。持ち上げろー、ウェイ。あいまい、マッチョです。なに、飛べ。あ、ダメだ。あー、やばいやばい。スピードアップ、まだ上がるぞ。スピードがかかってこい。やべえ、カモン。取れ。あい、うますぎ。野球バースター。わ、リズテンしたくなる。ヘイシュート。あ、弱すぎ、バルタ。やばい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 。おー、一瞬早すぎる。もう見せれないんだけど、ボスステージ。なに？へへへ、ボスステージ OK？ 上下にしとこうか、これ一応。倒せ。で、え？パンチアウトやん。いた！いや！あ、いや、しばけた！え、強すぎる。ゲームオーバー。嘘やん。やり直すわこれ。さあボスステージ来たけど残機1です。また一緒。やばい。へい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 。さあやっていきましょう。ネギシナーガー。えない。タイミングよけべ、よけてパンチ。こういうことやな。よけてパンチ。よし、わいわいわい。よけて、よけてパンチ。雑魚すぎる。なんだ、クソ雑魚かよ。へい、へい。さあ、これで攻略完了かな。意外と手こずったぞ、こいつ。どういたしまして。ありがとう。やっぱ猫だけかーい。じゃあね、子猫ちゃんの飼い主さん。バイバーイ。何やって。バイバー。悲しい。美女とランデブーはなかった。たまには、こういう夜もいいさ。君を楽しんでくれたかな。次は、モナちゃんだよ。さあ、モナちゃんってキャラクターなのかな、次は。はぁ、あ。ご褒美ゲットでーす。いや、最初1万払ったのになかなかね、なんかね、お金たまんないよね。さあ、ガチャの時間だー。さあ、ムービージミー。
一個だけ。うわ、めっちゃ可愛くね、この子、モナちゃんって子。はい、では、モナちゃんのやつ行きましょうか。ピコピコリーグ第3ステージ。ね。行きましょうか。可愛い乙女とバトルです。ブティック城。ねえ、あら。店長、ジョーさん。こんにちは。あ、そうなの？基準を決めてはどうです？うん。好きな色とかモチーフとか。なんかいいの、なんか似合うの決めてよ、適当に。はあ。好きなもの？ああ、かわいい。かわいい。ね。乙女ですね。うわあ。何？俺もヒゲ生やす。ワリオになる。おっさんが好きなん？そんなにたるんでます？じゃあ、女の子がどんなドレスだと嬉しい？ぶっ飛んだ声だ、この子。そうですね。何？どんな服？私はやっぱりその、うんうん、リボンとフリルいっぱいで。あれかわいい。どれだよ。話聞けよ。色はピンクなどいいですね。昔初恋の人が。初恋でリボンでフリルね。あれ？あれ？モナさん？どこ行ったんだ、モナさん。試着するから、どれが似合うか見て。自由な人やな。さあ試着しながらミニゲーム始まるの、これって変な感じ。あらあら、え、それ大丈夫？どっちが重い？え、こっち外れ。え、どうやってわかるん、そんな外れ。ダサー。じゃあこちらの服どうぞ、キャッチ。えい、あちょっと待って。え、クソダサ服ばっかりやけど、ごめん。注げ、ここ。はい、うまーい。カップラーメン美味しい。あらー、素敵。はい、次の服よ。ぶつかるな。はい。歩きスマホダメですよ、皆さん。ね。あら、かわいい。はい、次の服よ。うまく切って。うん。ふむふむふむ。うまい。あらー、素敵。何個ドレスあんね、これ。入れろ、ブス。あれ入ってないの、花。実質、豚ちゃんです。ブーブーブー。クソダサ。でも俺そういうクソダサ服も嫌いじゃないで。スピード上げてこぜ。上げ上げよ。はい、次の服。数えろ。1、2、3、4、5。5。はくらがかー。あ、ピンクでかわいい。駆け込めー。コクトーン。あいー、ブリブリブリ。ゲームオーバー。ちょっと待って。俺下手くそかもしれん。ちょ、もう一回やらして。もう一回やらして、ちゃんと。もう一回やります。行きましょう。濡らすな。猫ちゃん、猫ちゃん。あ、かわいい、猫ちゃんかわいい。あーら、ピンクのリボン。じゃあ、ピンクじゃねえ、黄色だよ。入れろ。はい、こっちー。ねえ、おっきい花があった。あ、なんか今までと違う雰囲気の服。かわいい。どっちが重い？え、こっち、左。正解？ねえ、大きい方を選ぶんだね、今のって。はい、次でーす。ぶつかるなー。歩きスマホダメよ、みんな。ねえ。よし。あら、素敵ですね。いい服。ワリオカラーやったな、今の。注げー。ここや。びっくりするっぽいよ。ラーメン食べます。俺ね、カレー飯とかね、ぶっこみ飯とか好き。はい。すごいうまい。これ、降りてくるとこ掴めばいいんだよ、みんな。こういうのって。スピードアップじゃん。さあ、慣れてればこんなもんです。楽勝。はい、次。潰されるな。ここ大丈夫だよ。ちょろすぎるな、このゲーム。あい、あいー。隙間にぴったり。ノースリーブが流行ってんすか？数えろ。3つ。ほくろマンですね、あなた。で、俺もほくろあるで、ほっぺちゃんに1個。かげごめーブルルル、あへー出ちゃったすまーん、トイレむずい。つまめって何これ。えい。はい、次。届けろ。あ、こういうこと？あ、届けろ。電気を届けて、電気ナマズで、スプラトゥーンかーい。ねえ。見つけろ。え？え？ピンク色だったよね。これだー！ブンブンブン。あら、素敵。スピードアップ。15がボスだよね。だからまだ大丈夫。はい、次。キャッチしろ。うん、うん、うん。よいしょ、食べれんかった。ご飯は、抜き。投げてよこすって何やそれ。探せ。探せ。こいつよね。ね、ライチョロすぎる、にゃおーん。さあ、多分次はボスステージ。じゃないよ。収めろ。は？
美女と鼻水ってやめてほしい。ぶつかるな。あ、ぶつかったわ。やばい。長くね？はい、4、5、6。はい、ちょろすぎるな。はい、オッケー。まだボスまだ、ボスまだ、ボスステージーだけ上下にしときます。え？うい。うい。いいよ。うまいね。そうそう。大将より、はい、ゲットー。え、めっちゃ簡単や、ラストゲーム。ねえ。ありがとうございました。さあ、綺麗なドレスねー。よかった。この子かわいいね。本当に。かわいいしか言ってない、俺。あら！聞いてたんか、話。ワリオ来るのかな？バイトなの？でももしそんな人がいたら話聞いてない。ブブブー、すげえ世界やな。メイドインマリオでも俺アシュリーだけ知ってるよ。アシュリーのテーマって曲がねスマブラにあったから。出てくんのかなその子も。はい、でクリアで、おかげで おしゃれなパーティーになりそう。次は、ドリブルおじさまとスピッツおじさまだよってな感じらしいです。よーし、や、600円ゲット。いや、結構おもろいな、メイドインワリオ。これちょっとね、一瞬の判断力求められるので、相当難しいゲームが、ちょっと多いんですよね、でも。あ、出た。ワリオ嫌いな、こいつ。出た、スプラトゥーンや。まめみ。あ、虹ができたわ。こいつ、アホの子やぞ。なや、この麦が。よし、では皆様、じゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。メイドインワリオゴージャスね、なかなか面白いですよね。次回以降もこんな感じで楽しんで遊んでいきますので、ぜひとも見てください。チャンネル登録されてない方、チャンネル登録、あと高評価コメントなどなどお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。あとよ。